てめえか、エスパーは。ディープパープル89体、今の体調で出せたマックス、これでナックルを全力でサポートする。分身に紛れて本物が俺を攻撃する作戦だろ。カウンターをくれてやるぜ、今度こそ。やはり所詮煙はまがいもの、感触が違う。本物の拳は俺に触れれば確実にわかる。どうした、どんどん分身が減っていくぞ。俺の攻撃が早すぎて懐に入ることすらかなわぬと見える。自然に。さあここだ、来い。本物なんざ初めっからいねえんだよ。ぶっ殺す。オーラの爆発、ユピンのあの状況で使うほどの技ですか。俺がお前の怒った顔の分身を出すのは、お前がぶち切れて周りが全く見えてない時だけだからな。それを見たらお前は一旦分身に混じって現状でやるべきことをちゃんと考えろ。助かったぜボス、あの条件付けがなかったら切れて突っ込むとこだった。時間です、利息がつきます。一度ならず二度も俺をコケにした、あのクズ、ゴミ、腐れカスが。破壊と構築の同居、それを肉体で表現するのだ。怒りとは、怒りとは撒き散らすものではなく何かに向けるものなのだ。オッケーオッケー、パズレオッケー。時間です、利息がつきます。いよいよ土壇場だな。奴はどうやら俺を最後に料理する気らしいな。もう少しのはずなんだ。奴だって無限のはずがねえ。なのにクソ。残りゼロ。どう見ても死にかけの小バエだぜ。なのにすげえな、お前ら。うまく言えねえが、すげえって思ったからこそきっちりやらなきゃな。けじめっつうのか。じゃあな。消えた。やつは俺が突き刺そうとした瞬間に消えた。消えたのに刺せた、刺せたのに見えない。ってことは透明なだけ、透ける能力か。仲間も透明にできるやつがいて、俺が突き刺す直前にグラさんを助けようとしたってことだ。来た。違う、ユピーに見えちまってる。息も限界。ナックル、なぜ出てきちまったんだよ。もう逃げも隠れもしねえ、俺が相手だ。
見逃してやってくれ。むちゃくちゃだな。交換条件にすらなってねえ。ただしこいつを消せば話は別だ。やめろ、ナックル、ふざけんじゃねえぞ。俺はほっとけ。全てを無駄にする気か。今までのもらうの、シュートの、お前の命がけの全て。ナックル、ナックル。逆効果だった。バカな。血に染まったモラウの姿がシュートの姿と重なり、ナックルの心を折った。俺と勝負。嫌なこった。待てこら、どこ行く気だ。ああ、王のとこに決まってんだろうが。王の護衛を最優先とするなら、三人ともこの場で殺すべき。理解していながら、それを実行しない自分に、ユピーは怒りとは異質の苛立ちを覚えていた。いつでも来い。